んにちは、夢挑戦です。今回は岐阜駅で HC85 系気動車ハイブリッド車両の特急ひだを見てみましょう。駅前には金色の織田信長像が。駅は JR 東海道本線と JR 高山本線が乗り入れる分岐駅となっています。島式ホーム3面6線を有する高架駅です。1番線、2番線は東海道本線の上り名古屋方面、3番線4番線は高山本線、そして5番線6番線は東海道本線の下り大垣方面行きになっています。特急ひだはこの岐阜駅でスイッチバックします。1日1往復の大阪ひだはこの岐阜駅で連結切り離しをします。HC85 系は特急ひだ、南紀用として2022年7月より営業運転を開始した特急用車両です。駆動システムには高い走行性能、高効率化、小型化を追求したハイブリッドシステムを搭載することで、エンジンを1両あたり2台から1台に削減し、安全性、快適性、環境性能等が大幅に向上しています。車内装備にはナノミュージアム、デッキに新設、さらにバリアフリー設備を充実させる等の工夫もなされています。 JR 東海ホームページ車両のご案内より、東海道本線名古屋駅からやってきた特急ひだがスイッチバックをして高山本線へと向かいます。
田8号名古屋駅が間もなく到着します。この列車もスイッチバックをして東海道本線を名古屋に向かいます。HC85 系機動車特急ひだ、いかがでしたか？最後までご視聴いただきありがとうございました。 Thank you for watching. Don't forget to like the video. Please subscribe to my channel. よろしければコメント、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。